川崎から韓国のスワンサムスに移籍した小塚選手の韓国のデビュー戦が昨日ありました。相手は石田真嗣選手が所属しているテジョナナシティズン。小塚選手はスタメンで87分間参加。韓国のサッカーファンの小塚選手に対する評価です。ディフェンスのやる気がない、もっと上に上げるべきかな。こりゃ来た、我のイメージのあの日本人の中盤だ。コスンボムとそっくりやから、誰が誰なのかよくわからん。でもスンボムみたいにサッカーうま、小塚にはもっとチャンスを与えたらチームにうまくなじめそう。小塚の今回の試合の評価 B。 本来のアタッキングミッドフィルダーなくボランチだったからのもあるし、デビュー戦だったことも考えると相当うまいね。小塚の活躍で後期は降格争いから抜けられそう。頑張れスモン。